さ。はい、相手のジャブが来た。払って、そう。払って揃うと。そう。はい、払って揃うと。今度は右で上がって、はい、ジャブが来た。右揃うと。右アップ、右揃うと。そう、それ早くね。はい、パン。パン、パン、そう、はい。この相手に左フックが来た。左フックが来た。パー。パー避けて、はい、パー。そう、はい、今度は右フックが来た。左で避けて、そう。はい、右アッパー。そう、左避けてね。そう、はい、今度は右フックが来た。左で避けて、そう。はい、右アッパー。そう、左上げてね。はい、今度大きくウィービングして、ウィービングして。そう。はい、左アッパー。そう、はい、ウィービングして。はい、ウィービングして、ジャブ。そう。ウィービングして、ウィービングして。そう。はい、左アッパー。そう、はい、ウィービングして。はい、ウィービングして、ジャブ。そう。またヒットスリップして。そう、ジャブ。はい、そう、はい、ジャブ。そう、はい、ジャブ。ワン、ツー。そう。そう、ジャブ。はい、そう、はい、ジャブ。そう、はい、ジャグ。ワン、ツー。はい、押して、はい、ワン、ツー。はい、ウィービングして。そう。はい、ワン、ツー。相手の隙見て。はい、ワン、ツー。はい、はい、ジャグ、ワン、ツーが。ほら、両が来た。はい、はい、ワン、ツー。そう。フックを避けて、はい、パー。はい、フック避けた、パー。ワン、ツー。そう。はい、ジャグ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 。はい、ジャグ。ジャグ、相手のジャグも来た。払って、ジャグ、ワン、ツー。そう。ジャブ払ってワンツー、はいよ。ワンツー、そう。はい、もう一回ワンツー。そう。はい、ジャブ払ってジャブ。そう、ジャブ払ってジャブ。そう、ジャブ払ってジャブ。ワンツーアッパー。そう。はいはい、さあ。はい、ワンツーアッパー。そう、ワンツーアッパー。この時大事なのはワンツー打った時に右のガードが開くので、そう、開くのでそこガードは必ず落としたからね。ワンツーフック、そう、ワンツーフックすると、そう、一番大事なのはこの時も脇を締めてるとかね、脇を締めてワンツーアッパー、ワンツーするとワンツー、そう、巻き締めてね、ワンツー、ワンツーすると左アッパー、左フックすると、1、2、3、はい、ワンツー、スリー、フォー、ワンツー、ワンツーフック、
ツツーゾーン、ワンツーワンツーワンツーアッパー、はい動いて、はい1人使う前後の前後、はいワンツーワンツーアッパー、はいワンツーワンツー連打、はい今度行くのに行くでしょう、あとワンツーツーゾーン、ワンツーアッパー、はいウィリングして1、2、フックするぞ、ああ、この時も同じようにやっぱり脇を締めることね、体を脇締めてね、ガラス兄ちゃんみたいにパーツワンツーワンツーアッパーワンツーフックするぞ、ああワンツー、はい、もう一回ワンツースリーフォー、 OK ワンツー、あら今度ワンツーアッパー、ワンツーアッパーワンツアッパー、ワンツーツルド、ジャブ伸ばせ、ジャブ伸ばせ、ジャブ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 、はい、追い込んで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 、ワンツーワンツアッパー、ワンツアッパー、ワンツアッパー、ワンツーツルド、ワンツーワンツーワンツー、そう、こういうコンビネーションを打つときに一番大事なのはやっぱり一つ目はステパンチでもいいんですけど、最後にストレート決めるとかね、そういうコンビネーションが大事ですね。ワンツーワンツアッパー、アッパーフックするぞ、ワンツー、そう、ハイジャブ追い込め、ハイジャブ追い込んで追い込んで、ワンツアッパー、ハイウィングして、ウィングして、ほらフックするぞ、ワンツーワンツーワンツー、ジャブ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 、ハイジャブジャブ、ワンツアッパー、ヘアパックするぞ、1、2、3、ワンツーワンツーフックするぞ、ワンツー、はい、力抜いて力抜いて、リラックスリラックス、パーツワンツー、はいワンツー、ワンツーアッパー、ワンツーワンツーツルド、ワンツーワンツーアッパー、ヘアポックツルド、ワンツー、はいジャブ伸ばせ、はい楽に楽に、ワンツー、はい楽に、はい使った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 、はい前後前後、はい前後前後、はいワンツーワンツーク、ワンツーフックツルド、はい、1、2、3とコンビネーション、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、はい、左アッパー、左クソード、1、2、3、ワン、ツー、はい、ジャブ、ジャブ、ジャブ、ほら、下見た下、右アッパー、左クソード、そう、はい、右アッパー、左クソード、そう、下見たらね、アッパー起こせ、はい、もう一回、右アッパー、左クソード、1、2、3、そう、はい、ワン、ツー、はい、ワン、ツー、はい、ジャブ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 、ワンツーツルド、あのジャブジャブジャブ、ワンツアッパー、あのジャブ打ってジャブ打ってジャブ、下見た下見た、右アッパー左ツルド、コンビネーション右アッパー右アッパー、そうワンツー、はい、ワンツーワンツー連打、はい、スタートワンツーワンツーツルド、そうそう、ジャブジャブジャブ、はいジャブジャブ、ほら下見たら右アッパー左ツルド起こして、ワンツー、そう、はいジャブジャブジャブ、ワンツアッパー、はい、ワンツー、ワンツークするぞ、はい、ジャブジャブジャブ、おっとおっとジャブ、下見て右アップしたりするぞ、ツッ、ワンツー、はい、ジャブゆっくり出してね、そう、はい、ストレート、そう、ヘアアッパー、これをコンビネーションでワンツアップです、はい、ワンツアッパー、そう、ワンツアッパー、そう、この時に必ず大事なのはワンツー打った時必ず左のガードがここに下がっちゃダメ、必ずガードを左に上げておくの、ね、必ず右打ったら左、左打ったら右、これは鉄則だから、はい、ワンツー、はい、今度早くワンツーアッパー、ワンツーフック、ワンツー、ほら、ジャブジャブジャブ、ほら、ジャブジャブ、右アッパー、左クソルト、1、2、3、ワンツー、あ、そのコンビネーションなく、はい、ジャブジャブ、ジャブ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 、右アッパー、ワンツー、ワンツークソルト、ワンツーアッパー、あ、はい、ジャブ、はい、ジャブ、はい、動いて、動いて、ワンツー、ワンツークソルト、ジャブジャブジャブ、ほっとジャブ、下見て右アップしたりするぞ、ツッワンツッワンツアッパーワンツアッパー、そう、上げ方上げ方、そう、ワンツー、はい、引き下にストルド、インストルド、そう、はい、ストルド、はい、よくで、はい、よくで、はい、よくで、ヘアアッパー、そう、はい、ヘアアッパー、そう、こっち来たらね、ジャブ、ついで、はい、インストルド、アッパー、そう、幅ね、ちょっとここですね、ここね、はい、1、2、ヘアアッパー、そう、ワンツッワンツアッパー、ワンツッツルド、ジャブ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 、右アップしてるぞ、ワンツーワンツー2回、ワンツーアッパー、ワンツーフックするぞ、はい、グリーンして1、2、はい、フックするぞ、ワンツー、はい、ガード上げてガード上げて、パース、そう、右アッパー、ワンツーワン
ずくするぞ。さっぱ、へやっぱ、あっぱれんだ。へやきめ、へやもしげきだ、もしげないから。へさかとかつ。へい、あっさっぷだぶれ。あっぷくするぞ。へし、へい、あっぷくするぞ。へい、ガラガタガラガタ、へいぐりして。へし、ワンツー。ワンツーくするぞ。さっぱ。はい、じゃぶ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 。右あっぱしてくるぞ。へし、2、3、ワンツー。はい、動いて、左右動いて、ほら、ワンツー。ワンツーくするぞ。へい、へい、へい、へやっぷだぶれ。へやっぷくするぞ。1、2、3、ずっと。で、ガタ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 、へい。ハッとするぞ。はい。そう、ハッとするぞ。そう、ハッとするぞ。ワン、ツー。はい、ジャブ伸ばせ。はい、ジャブ、ジャブ、ジャブ。右アッパー。ワン、ツー。ワン、ツーするぞ。ワン、ツー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 。はい、今度はい、動いて、動いて、調子と自然の前後、パーツ、はい、サウンドするぞ。そう、カウンターね。はい、パーツ入って、はい。はい、カウンター練習。はい、ジャブ一発。そう、一発入って、下がって。そう、はい、パーツ。はい、そう、はい、ジャブ。誘ったのにパーツ、はい、下がって。そう、はい、これ今度アッパー、はい、はい、下がり。そう、一発。そう、その時に大事なのは、左を下げないようにな。左上げて。パーね、はい、パーツ、はい、そう、そう、はい、パーツ、はい、そう、はい、ストレートいこう、はい、そう、はい、指にして、はい、指にして、パーツ入って、ほら、そう、はい、ジャブ、はい、伸ばせ、はい、ジャブ、ジャブ、ジャブ、はい、これだけでもいいね、はい、これだけで、はい、入ってきた時にね、体だけで、はい、このまましてポン、こういうふうに組んでる時もあるからね、組んでる時もあるから、これだけ打てば当たるでしょ、打てるでしょ、はい、はい、組んで入る、はい、はい、ワン、ツー、はい、ワン、ツー、はい、パーツ、はい、そう、はい、アンウェイ、そう、はい、スタート、はい、下がって、一発下がって、はい、誘ってね、トーン、はい、下がる、ワン、入ってくるとこね、はい、パーツ、はい、そう、はい、今度アンウェイ、はい、そう、はい、ワン、ツー、はい、前後に動いて、動いて、そう、パーツ、はい、そう、ね、はい、動いて、動いて、そう、来たら、はい、はい、そう、オッケー、パーツ、ヘアウェイ、ワン、ツー、はい、ジャブ、はい、ジャブ、はい、ジャブ、パス入って、そう、そう、あえて出番のね、出てくるよ、ほら、パス入って、そう、で、そう、はい、パス、はい、そう、トーン、コーン、はい、はい、そう、はい、パス、はい、そう、はい、動いて、はい、パス、はい、そう、はい、パス、ヘアウェイ、そう、ワン、ツー、このカウンター戦法っていうのは非常に打つのは勇気がありますね。っていうのはやっぱりバックステップスというと攻撃サイド部分が入ってきますから、だから非常にこれのでも練習がやはり実践になって生きてくるんですね。だからこれはもう普段辛いけども
っぱり練習練習しなきゃいけないと思う。だからそれができることによってやっぱり相手を倒す。また実際的に僕がいるのはこうスタイキングってやってる場合にはすごくうまくできるんですけども、いざ試合になりますと相手がいることですから、やっぱり相手も打ってくるからなかなか出てこないんですね。だからそこでやはりその勇気とか気力を積んでね、やっぱり自分でこれだけのものにしなきゃならない、自分のものにしてやはり相手が来ても怖くないようなやっぱり練習して、悔いのないその練習した方がいいと思いますね。基礎体力なり技術的なものができましたら、今度は相手を仮装してシャドーボクシングもできまして、2人を組んで今度はマスボクシングに入りたいと思います。ガードさんじゃねえよ、ガードさんじゃねえよ、グローブの指紋の磨き方、一番大事なのはやはり手とそのグローブとピシッといかないといけないんで、必ずしっかり間を隙間を空けないように締めてください。一回締めまして、カッと手前からグッと締めてください。でその時に選手にいろいろスパリングやる人に大丈夫か、このぐらいの強さがいいのかっていうような感じで、聞いてやってもらわないと、あまりきつくすぎても手が締まっちゃっていけないんで、選手に聞いてください。大丈夫？ OK？ OK。それで予約終わりましたら、これは必ず中へしまうようにしてくださいね。ずっと来ますので。本来ならば、これにテープを巻いてきます。でも、やめて。ヘッドギアはですね、やはり練習の時に、この切らないようにですね、これをカバーするわけですね。で耳なんかでもよく僕もやったことあるんですけども、ポーンと打たれた時に鼓膜を破ける場合があるんですね。だからよくここでテープを貼っておく場合もあるんですけども、この大事なことはやっぱりしっかりこれを後ろでですね、大体しっかり固定することですね。これは締めるとこ2つありますから、上の方と、きつくない？大丈夫？で上を締めてから、本来ならばこっち上を締めてからこっち締めてください。 OK？ OK。このマスピスは非常に今は非常に自分の歯型でですね、なるようになってますけど、昔は寄生してすぐ飛び出ちゃうんですね。今はちゃんと歯型でお湯を温めて歯型になりますから出てこないんですけども、これを噛んでしっかり合ったやつやらなきゃいけないんですけども、これはですね、やはり口の中を切んないことと、パンチに耐える衝撃を防ぐため、全体的にはやはり危険防止のためにマスピスをやる。これで準備は完全なんですけども、スパーリングをやる前の注意事項として、やはりこの実戦と一緒なので、生半可な気持ちでやっちゃいけないと。やっぱり気を一生懸命気を締めてね、やはり実戦と同じなので一生懸命やる。そして打っちゃいけない場所っていうのはベルトから下、ね、それからこの耳の後ろ、背中を打っちゃダメ。そしてグローブを必
ずナックで逃げる。開いて打つと目の中入って危険になるので、それは完全だ ね。そういう意味でやはりこれは真剣にやること。それでスパーリングやるときには必ずトレーナーなり会長なり言うときにやらなきゃ絶対ダメです。ガード下げんなよ。そう、いや、トントンね、知らないの。こっち入れよ、俺入ってて、OK。一発ダメ、一発ダメ、一発二次三、そう、一発ダメだよ、三ダメ、せっかく入ったら行け、お迎え。ジャブ、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 ジャブで行ったら、ジャブで行ったら、はい、おいおい、追って。やっぱりあのボクシングだけじゃなくてね、やっぱり精神的なものをね、やっぱ教えていけないなと思う。でもそれはやっぱりボクシングの中からだと思うね。例えば辛い時でももう一回歯を縛ってね、引っ張ってこさすと、やっぱり相手は釣り合いこの野郎と思うけども、やっぱりそこでやっぱり一つのなんていうの、この野郎根性っていうね、精神的な根性っていうのがそれについていくんじゃないかなと思いますね。だから例えばボクシングでその世の中出てもね、辛いことでもやっぱり歯を縛って頑張れるっていうのは僕はそこなんじゃないかと思いますね。だからやっぱりボクシングを通じてね、やっぱりそういう面でやっぱり本人のやっぱりその精神力とかそういうのもやっぱ鍛えていきたいなと思いますね。だからそれで終わってやめちゃえばそれまでですもんね。だから今の人たち多いっていうのは一発打たされて倒れてこのまま起き上がっては負けちゃいっていうことでね、負けるから寝ちゃいっていう、そうすぐ妥協しやすい。でも僕らはやっぱり倒されてもまた起き上がってきて相手を打ちのめすとかが面白みがあったんじゃないかと思うんですね。そういう意味でそういう精神力というかな、そういうのはやっぱり一番大事なことをね、やっぱり辛い時にまた引っ張ってやるとか出てくるんじゃないかと、そこを教えたいですね。最終的には自分ですからね。だから僕はやっぱり一言で言うならば、やはり自分自身に負けたらいけないと思う。やっぱり自分自身に勝たなきゃいけないと思うのね。まあ、例えばこの水を一杯飲んだために負けたやつがいるでしょ。だから僕ら見た目には飲んじゃダメだ飲んじゃダメだって言ってもね、やはり今100円玉持ってきてポンってジュースが出る時代だから、それを飲んじゃってね、やっぱり味方が多くなって負けてる人が多い。だからそれはやっぱりじゃあとしかく自分自身に勝たなきゃ、何でもそうだと思うね。だからもう確かに最終的に言うならその自分自身に勝てってことですね。チャンスやりました。しかしチャンス。アッパー、もう一回当たりました。右のアッパーカット。右の服、左右に当たっております。長田はついに日本人初の2階級制覇を勝ち取った。過去5年間。文字通りファイティングマシンと化した原田の連打に差し物プーンもついに立ち上がることができなかった。11ラウンド2分59秒、若きチャンピオンの誕生である。